も、はい、好きな司会者ランキング1位ですから。違うんです、違うんです。あれね、1位。いや、違いますよ、ダメだ、そんなことあるわけです。でも、その理由として、はい、豊富な知識と持ち前のユーモアを生かしている。いや、いいです、どんな番組でも抜群の仕切りを見せる。見せてないんですよ、取り仕切りも笑いも一級品、ね、何でもできて唯一無二の存在。やかましい、もういい、そんなの。違います、タモさん、そんなことないんですよ。1位でしょ、タモさん。タモさん、そんなことないんですよ。じゃあ、上田教えてあげれば、司会のやり方。ひどいな、ちょっと、めっちゃだな、上田さん、ひどすぎるわ。どんな感じ、教えてくれんじゃん。教えちゃう、教えちゃう、違う、ちょっと、やめてください。タモさん、ほんとに恐ろしい。あの、まず仕切りの第一歩を教えていただきます。いや、僕何にも分かってないんですよ。イロハの意もわかりません。恐ろしい、上田さん。こちらこそご教示いただければ。すごいですね、1位、ね、いや、違うんですよ、上田さんもね。あれ、何これ、おしぼりと。タモリさんに持ってけよ。てか、おしぼりなんか持ってきたことねえだろ。ちょ、ごめん、持ってきたことねえだろの前に、お前誰だ。俺、お前見たことない。あのね、喉の調子とかありましたからね。問題ないです、問題ないです。あの時もあの…ゴルフ。ビビってる、ビビってる。ものすごい恐怖で震えてたぞ。やめろよ、いい加減しろよ。怯えてるじゃないか。今日はやめろよ、スタッフ殴んの。今日はじゃねえ。いやいや、おかしいだろ。ほら、もう出てる。上田さんに向けて。チャンスだぞ、チャンスだぞ。今週末の27時間テレビ、タモリさんも団結してくれるかな。いいぞ。いや、おかしいです、おかしい、おかしい。タモリさん、おかしいです。いや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